ワン、ツー、あなたにスマイル、マジで普通にうまいっす今もう終わりますっていうところで、まあ煽ったりして、で最後スマイルって皆さんのスマイルが来た後に、めちゃめちゃ楽しくできてる。でもこのままじゃダメだって、そんな自分も食べたいんだって、踏み出したり気にしないよ、そう言ってくれる人もいるんだって。新鳥海公民館、先日ね、鳥海北小学校の方に公演に行かせていただいたんですけれども、今日はライブをさせていただけるということでですね、なんとあの校長先生がですねこちらちょっと紹介してもよろしいでしょうか。竹谷校長先生です。よろしくお願いします。お願いします。もうこの間あの学校でねちょっと合わせただけでもタイム感が素晴らしいなと思って。よろしくお願いします。お願いします。頑張りマッスル。楽しいです。楽しいですね。なんとなんとここにすごい天童清隆コレクション、すごい昔の清隆時代のからですね、最新アルバムまで。これゆきゆくんの個人的なものがここに飾ってる。あ、これもね限定のやつですね。この間のおもくりのキーホルダーもね、あれも限定の。うわすごいな、ありがとうございます。嬉しい、すごいな。では皆さんこんにちは。本日はですね、公民館さんと個人協会の共催ということで、マッスルコンサートをさせていただきたいと思っております。でね、人権と言いますとね、本当難しいようなことに思うんですけれども、これ毎回言わせてもらってるんですけれども、人間が人として
心豊かに楽しく笑って過ごせること、これが実験が守られていることだなというふうにいつも考えています。健藤清隆さんのパワフルな、歌を聴いていただいて、いっぱいいっぱい心豊かに元気になって帰っていただければいいかなというふうに思っています。今日はどうもありがとうございます。旅するマッスルシンガー天童清隆さんです。はい、しようか、ね、すみません、みんな待ってね、ちょっと待ってね、はい、ボーカルコーチです。はい、今入りました。はい、じゃあ入ってくるとこからもう一回やろうか。ちょっとさ、あの時間巻き戻してるみたいなね。旅するマッスルシンガー天童清隆さんです。待ってた待ってた。空なる
に行った時に私とですね一緒に演奏してくれた先生が今日は来てくださっております。竹谷校長先生です。どうだか煽っておきます。今日完全にあの格好がミュージシャンなんですよね。先生ってプロのミュージシャンなんじゃないかっていうくらい、あの音楽的に言うとタイム感っていうんですけど、あのリズム感、こうこの一定のリズムをこうキープするのって結構難しいんですよ。それがね抜群に素晴らしくて、何かこうやってたんですかって言ったらですね、実はあのラテン圏にねちょっとお住まいになってたという話を。そうですよね。はい、あのリオデジャネイロという、ね、ブラジルの街に先生としてね3年間、はい、サンバとかね演奏したり。そう、みんな知ってる？リオデジャネイロ知ってる？ブラジルってさ日本から一番遠いところにあるんだよ。反対側にあるんだよ。そう、そこで先生やっててサンバとかね叩いてたんだって、ドラムで。そうそう、見たことない。そう、タタタタタタってね。そう、それやってたの先生。すごいよね。いや、だからこんなに叩けるんだと思って、急遽さっきちょっと先生もすごいいいからこの曲も一緒にやりませんって言ってですね、あのねリハーサルでいきなりやった曲を最初にやるっていう。もうこんな感じですよね。今日はあの小学生のみんなもいるってことでね、みんなの夢は無限大だよって、ね、好きなことをもうとにかくやって人生で楽しんで生きて。Bye.
ない？めちゃめちゃかっこいいよ。こんな変わった直近内容いや、こんなかっこいい校長先生なかなかいないと思うんですけど、今の曲さ、無限大って曲なんだけど、演奏しながらね、なんかまさにこう校長先生みたいな人の妙な歌だなと思ったんですよ。あのいくつになっても、ね、ボーイズ&ガールズ、少年と少女の心を忘れずに、もう好奇心を持ってね、何でもやると、うん、もうそうしたらね、人生本当楽しくなると思うんですよ。だからみんなもね、この先いろいろ大きくなってさ、いろんな仕事してもさ、自分の好きなことをずっと続けられるし、でこうやって好きなことやってたらさ、みんなを喜ばせることできるじゃんね。そんな素敵なことないと思うんだ。まさにね、それを体現してくれた竹谷先生に申し訳ないですよ。めちゃくちゃ褒めてくれたんですよ。細葉よくってあのうちの学校は、教育学校の目標は何やった？生き生きと一人一人が一人一人言われへんの？仲良くちゃうって一人一人が生き生きと輝く学校っていうね、目標で頑張ってるんですけども、まずそのためには僕が輝いていないと子供たちも輝かないという感じで頑張ってやっている感じです。よろしくお願いします。我々ばっかり輝いててもしょうがないんで、皆さんが輝いてほしい時間です。歌ってできたら手話もやってほしい曲があるんです。みんな覚えてる？ドラーンテーセーひまわりを咲かせよあの日様に向かって、今日も元気に咲かせよあなたと私でよ、ひまわりを咲かせよあの青空に向かって、笑顔の花を咲かせよ、ひまわりをあなたと咲かせよ。おお、すごいよみんな。ひまわりを咲かせよ
やれる
ありがとう、そばに来てくれてありがとう、なんだかじんわり温かい、でもちょっとだけくすぐったい、だから誰かにも分けたい、いつも始まりはありがとう。前向きになってもらえたらという、そんな思いで音楽活動をしております。いくつもこぼさする毎日に負けたくないことが多くて
ありがとうございました。マッスルシンガー天童ひよたでした。ありがとうございました。
恥ずかしい。何してる？名前ない。そうですね。吉友くん？吉友くん。ありがとうね。ありがとう。はい。ありがとうね。プロテイン、ありがとう。ありがとうね。またね。またね。ちょっといいスマイルだね。名前は？はるさん。はい。ななこ。はい。ありがとうね。またね。ありがとうね。ありがとう。ありがとうね。あ、そうなの。おお、嬉しい。ぜひ動画撮って送ってください。あ、いいよいいよ。音楽帳。音楽帳。見て見て。あ、おお、ひまわり咲かせよう。これすごいね。あ、すごいじゃん。これちょ、かわいい。撮りたい。撮って。なんと、ひまわりを咲かせようの。作曲家って書いてあるよ。すごい。作曲家、すごいね。ちゃんと書いてくれたんだ。嬉しい。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。またね。インスタ見てね。YouTube 見てね。続けとかも。あ、いいよ。はい。ありがとうございます。発見しました。そして奥にはカトシンくんがいます。今マッスルシンガーのニュー T シャツを作っております。うまくいくんでしょうか。大丈夫ですね先生。マジ緊張で吐きそうです。はい、10秒。さあどうなるでしょうか。マッスルシンガーはちゃんと、おっ、ちゃんとつきました。マッスルシンガー、マッスル、てれー、おー、いいじゃないですか。いいね、色いい。グレーでよかったね。グレーめっちゃ合うね。きっともっと、お、すごくない。めっちゃ良くない、これめっちゃいいわ。あ、かわいい。めっちゃいいわ。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皆さんが元気になれるような動画を作っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。旅するマッスルシンガー天童清隆でした。